旗の中央の印は安全な航海に書くことができないコンパスをデザイン化したもので、海上の安全を担う海上保安庁のシンボルマークとして用いられています。電車を通過して一番右の旗は海上保安庁長官が乗船していることを示す長官機です。先頭に向かって一番左端の旗は本日の簡易設置及び総合訓練の総合指揮官である海上管区海上保安本部長が乗船していることを示す指揮官機です。それに比べれば現在すぐにつながっているカラフルな旗は本船の船内部を表している旗です。I'm sorry.